明石市で今日、地域の課題について市民の意見を聞くタウンミーティングが開かれ、小中学生が自分たちの町の未来について話し合いました。明石市の丸谷市長が選挙公約に掲げたタウンミーティング、まるちゃんカフェは、市民の声を市政に取り入れようと、今年5月から開催されていて、これまで高齢者や障害などをテーマに話し合われてきました。4回目となる今回は、事前に応募した市内の小中学校に通う59人が参加。明石の好きなところとして、自然や食べ物、図書館などが挙げられ、一方、嫌いなところとしては、学校が古い、海が汚いという声も出ました。学校のトイレとかさ、めっちゃ汚くない？汚いね。そういうところまでさ、行き届いてない、ね。子どもたちは、地域の人が集まる場所を作って、コミュニケーションを取ることや、お祭りなどのイベントを増やすことが必要と指摘するなど、町の未来について、熱心に意見を交わしていました。